分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は勘。いました。よるな。生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください、この傷の跡は矢ではありません。刺客、槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。見に行こう。違う、タカじゃない。よく中に入れたな。逃げるぞ、話は後だ。行くよ。
張ろう。お主は菅笠衆か。かつてはな、あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。こっち。弟を探してる高という刀鍛冶。多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモ浦がどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモ浦で生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずは鷹を救い、それから叔父上だ。ジン、鷹ならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、老いはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。老いもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。津島の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのは辛かろう。己のしもべにはさせんぞ。お前はかけがえがない。